韓国行ってたんだね。穏やかないい表情してるよ。この間入んなかったじゃん。ちょっと録音低くしてみたら。いやいやいや、普通でいいじゃん。それでいいじゃん。うまく。綺麗だね、これ。綺麗ですね。うん。すっごい綺麗。あ、そっか。また写真ばかりだった。よよよ。うん、綺麗だね。綺麗ですね。うん、本当綺麗。いきます。はい。こんばんは。こんばんは。シマークインスタライブもっチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。3日ぶり ?2 日ぶり。2日ぶり。あ、そうだ。なんかあれ、なんか毎日やってるような気がするような。本当に毎日やってます、ね、俺毎日じゃん。そうそう、借り出されてる。月から木まで毎日。そうだ、そうだよね。だから、あれ、何日ぶりって感じで、ああ、そうだ。毎日だ、はい、はい、よろしくお願いします。確かに毎日だ。なんじゃこれ。はい、こき使われてますな。はい、はい、ですね、はい、この間ご紹介しました、うん、ブラウス。この間っていうか一昨日じゃん。一昨日。一昨日ご紹介しましたブラウスで色違い、はい、メタリックブラウス、うん、色違いが、うん、入荷して全色揃いましたので、うん、まずそちらからご紹介したいと思います。うん、今日ね5色全部買いそうなお客様いらっしゃったよ。本当に気に入っていただいたんですね。うんうんうん、本当に。何色にされたんですか。とりあえず黒。はい、こちら例のメタリック、うん、ハイネックになっていてボタンが上まで止まって肥沃仕立て。本当にこれよくできてるし綺麗、かっこいい。で後ろ前逆に着ても大丈夫というものになっております。ちょっとごめんなさいね。なっております。やっぱりこう職人の気質が許さないのね。あ、すいません、はいはい、なっております。本当に綺麗。肩線が絶品なのよね。かっこいいですよね。なんかすごくネオな感じがします。うん、ネオですね。ネオですよね。はい、はい、こちら、うん、ここ肩が本当に綺麗に落ちるので、うん、こういう張りがある感じタフタでも全然こうハリハリハリって感じにならないので、うん、すごい綺麗に着ていただけます。こんな感じになっております。本当に綺麗だね、これね。かっこいいですね。ヨカよ。ヨカですね、はい、でこちらが、うん、この間はこの間はこのオフベージュと、うんうん、オフホワイト、はいとこのベージュの2色ご紹介したんですけれども、はい、ベージュにキャメルって感じじゃない？そうでもない？モカ？そうですね、キャメルか、うん、キャメルとベー、はい、オフベージュって感じの2色ご紹介したんですけど、綺麗、うんうん、はい、なのよね、これ本当に。他にこのブルーとカーキ、うんうん、よかと黒、うん、黒ねが入りました。はい、いや、このカーキもいいね。すごい色っていうか全部いいんだけど、うん、めちゃめちゃいい色ですこれ、はい、
これが、後ろ側、前にした感じ。本当に本当にね、新鮮ですよね、うん、で全然こう素材がハリハリしないんですよ、うん、すごく柔らかいので、うん、あの着心地もあの本当に普通のブラウスと一緒です、うんうん、見た目がメタリックで変わってるだけで良い、うん、なっております。はい、でこちらが16,500円、うん、ナイロン100です、うん、これいいですよね、うんうんうん、めっちゃおすすめです、うん、なので今日はですね、うん、前回ご紹介できてなかったブラウスが結構たくさんありますので、うんうん、はい、今日入ってきたブラウスもあるので、はい、今日はブラウス特集、ブラウス特集です、はいはい、もうワクワクします。ブラウス好きのパッションとしては余計頑張れって感じです、はい、何からできますかね。いや、ブラウスだからいいじゃない。次から次に見ていただければ。もうボトムは今日は迷わずこのカーゴデニム一本ですか。はい。はい。ああ、それもいいね。これはもう皆さん絶賛。こちらも3シーズン目に、4シーズン目か。うん。ね、うまく作っていきます。これも超ロングセラーの、はい、ブラウス、はい、この秋も入りました。はい、着てみましょうか。はい、スーパーロングセラーっていうか、着てみようかな。はい、ああその色もいいね、はい、バニラホワイトですね、うん、美味しそうなバニラカラーです、うん、すごい色。うわ、綺麗。こっちはこれが、うん、こういうオーガンジーのものとシフォンのものと、うん、あの2種類あります。色を揃えてこうつけてるので、うん、あの 色具合によっては、うん、あのこういうオーガンジーになったり、うん、シフォンになったり使い分けられているんですけど、うん、どちらにしてもすごく綺麗です、うんうん。このブラウスに関しては、はい、割と多めに入れるんですけど、はい、大体1ヶ月ぐらいでなくなるね。必ずなくなりますね、うんうん、で絶対追加しても一切ないパターン、これに関してはね。お母さんはもう作んないんですよね、うん、デザインを殺さないためにもね、もう本当に受注のみで終わる、うん、綺麗。こちらロイヤルブルー、はい、うん、ここがシフォンになります、うんうん、そして黒、うん、黒、黒も結構これオケージョンにも使えるので、うん、かなり黒も評判が良いです、うんうん、こちらオーガンジーになります、うん、であと先ほどのこちらグレー、くすみブルー、はい、そうですね、はい、の、5色になっております、うん、ん4色じゃなくて、あ4色4色です。ちょっと着てみたいと思います、はい、常に話題がこと、話題にこと書かない島区だね。今日8月10日なのに、なのにっていうか、もうでも普通の動きでしょうかね。割と暑いのにもかかわらず、来店がそれぞれのお店、この1週間の中で一番増え多かったですね。そしてどうだろう、もうこの辺のブラウスも現実に動き始めて、あのなんだフェイクのチベットラムファーの、ベストも2枚3枚か動いたりして、いよいよ秋プラス夏ですね。夏プラス秋か、そういう意味もあって、今お店に来るのは楽しいのかもしれないですね。少し来店が増えて、
そうですね、うん、なんかお店もちょっと秋、結構秋出してきたんで。そうだ、それもあるか、はい、ね、なので、はい、秋を感じつつ、本物の秋を感じる猛暑な一日、はい、はい、そんな感じです。綺麗、はい、になります、うん、はい、もう本当にこれロングセラーでお持ちの方もいらっしゃると思いますし、はい、これもう何回もご覧いただいてる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、ね、ちょっとごめんなさいね、これはジョーゼットなんだね。はい、はい、なし地です。はい、お袖のこのロングリブが特徴的で、うんうん、ここが緩やかに、うん、ボートネック、はい、でここがオーガンジーやシフォンになっております、うん、でこれがきっと一番そそられる部分かな、うん、本当に人気あるもんね、これね。ヒップ隠れるんだけど、うん、重くないし、うんうんうん、なんかチュニックチュニックしてないこの感じが、うん、そうか、なんかすごい絶妙ってすごい言われます、うんうん、ね、女性の感性そのまんまかな、これね、うん、なんか切り替えが効いてるんですよね、うん、なんかね、なんか、はい、でここのリブもあのね、お袖がすっきりするので、うん、こう上げても綺麗だし、うん、下げてもすっきりしてるし、うん、ちょうどいいんですよね、いろいろが、うん、本当になんか T シャツ感覚のブラウスです、うんうん、ね、本当に本当によね、これ、うん、なんかもう何回もご紹介してきてるので、うん、なんかこうご紹介する側というと、なんか何ご説明しようかしらってなっちゃいがちなんですけど、うんうん、お客様は本当に喜んでくださるので、うん、そうそう、うん、すごいいいブラウスだと思います、うん、ね、迷いないんだよね、これに関して、うん、何色もお持ちの方もいらっしゃいますからね、はい、うん、そう、毎回素材感は変えてるんですけど ね、デザインポイントはあまり変えてないんですね、うん、はい、なのでこの4色になります、うんうん、毎回買い損なってらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、はい、もうそろそろゲットなさっていいかもしれない、1枚やっていいと思います、うん、もう3シーズンになりますけど全く鮮度落ちないもんね、落ちない、まあ、売り場にあまり対比、うん、流してないっていうこともありますけどね。そうですね、売り場にずっとはない、うん、あのこれあの前を入れていただいても綺麗に着られるものなので、うん、あのジョグパンツの時とかもそうなんですけど、うん、そうだね、そうだね、こんな感じで、うん、あ、やっぱりその感じはかっこいいかなね、うん、この感じでいけます、うん、ですね、うん、よかで、ちょうどいい感じになりますので、はい、うん、これがおすすめです、うん、綺麗、ね、はい、本当にいいんですよね、これ素材感映るかな、うん、のジョーゼットになってる、ちょっとなし地っぽい感じ、なし地ですなし地です、はい、こちらがワンサイズのみです、はい、サイズ感は7号から13号の方までいけます、そうだ、ね、フリーサイズ、はい、15,180円になります、うん、5号の方でも平気だね、はい、ここも全然下着とか、うん、そうそう見えないので、うん、大丈夫です、うん、これはおすすめです、うん、じゃあ次行きます、はい、行きましょう、本舗初公開がいっぱいあるんでガンガン来てちょうだい、じゃあまたロングセラーのブラウス行きます、うん、ね、柄が変わると別物、不思議、素材感変わるとまた別物、インスタの写真撮っていただけました、はい、はい、あ、ちょっと待って、撮らして、妙にインしてる、中途半端にしかない、はい、すいません、少々お待ちくださいませ、した感じが大事、うん、うん、そうだね、はい、大丈夫です、はい、OK です、はい、急いで着替えてきます、しかし元気ですね、ファッションさん、レンちゃんですね、
え？ファッションさん、れんちゃん。いやいや、君が元気だなと思って。朝の9時から夜の12時ぐらいまでずっと仕事してるものね。そんなしてないですよね。あ、これやっぱりいいね。いいですね。ちょっと仕様が変わったところあります。うん。あ、やっぱりいい。今日はこの襟元の半袖のブラウスを着てる人見た。いいね。あ、ちょっと変わりましたね。うん、変わった変わった。変わりましたね。うん、襟の感じと。はい。もっと高かったのね。そうですね。うん。ここが。そうです。シャーリングになってて、シャーリング本当に多いですね、うん、シャーリングになってて、でここにゴムが入ってるので、はい、もうこのまんまスポスポッと脱ぎ着できるんですけど、はいはい、今までもうちょっと高かったんですけど、はい、もうちょっと低くハイネックな感じになって、はいはい、ここのシャーリングがなんかより細かくなった感じがします。ね、で、お袖もここにゴムがあってふわっとした袖だったんですけど、うんうん、今回カフスになりました、はい。今回、今日か、マレーラや、イブルースの展示会行ってきて、来年の春夏、はい、もう2回、夏か、もう来年の夏までのオーダー契約してきたんですけど、やっぱりこのシャーリング、ドレープ、うん、この辺はもうデザインポイントのね、はい、骨格になってますね。本当ですね、うん、なんかこの雰囲気、また今までと全然違う。うん、違う。あら、嬉しそうね。すっきりするね。すっきりしますね。うん、良い。もうちょっと前の方が、うん、今から考えればちょっとドラマチックな感じですけど、ここの首の下がりとか、うん、絶妙に綺麗なんですよね。すごい、なんかこのすっきり感なんだ、うん、なんですかね。あとお袖も、うん、ちょっとね、不安とね、ちょっと不安としてて、はい、いい感じ。かっこいいです、うん、かっこいいです。なんかまたいい感じ、うんうん、いい感じです。オチカヌール、はい、こうトロンとした生地なので、はい、うん、お袖もこの落ちる感じが本当に綺麗だし、うん、肩もすっきりしますし、うん、なんかドレープも、うん、膨らまない、うん、ですごくすっきり綺麗に着れます、うんうん、めっちゃ綺麗、うん、綺麗。もうこれ着れるね。もうすぐ切れますね、うん、すごいサラサラしてて、うん、で本当にシワにもならないし、うん、もう洗って干すだけで OK だし、うん、本当に便利なんですよこのブラウス、うん、で華やかだし、うん、柄も入ってますし、このシャーリングがすごく効いてて華やかなんで、うん、もう使う頻度はすごい高くいけるんですけど、うん、本当にそれで扱いも楽なんで、うん、めちゃくちゃいいブラウス、うん、本当にここびっくり、全然また違う違うね、雰囲気全然違うね。でこの柄は、まあ、チェックなような、うん、ちょっとこうストライプのような、ね、はい、若干二丸柄のような、うん、何とも言えない柄です、うん、いい感じの柄、おしゃれ。ここのここがすっごい綺麗、うんうん、綺麗綺麗、すごく言っちゃうけど、すっと見えるねですね、うん、お袖を横に広げてみてもらっていいですか。そう、この ね袖口のところのベルスリーブというか、このたごむ感じがね、女らしいですね、うん、で脇を少しこうグッと入れてきてますね。はい、はい、びっくり、綺麗です。はい、はい、すごい綺麗です、今回も、うん、今回もね、はい、この落ち感、うん、すごくいい、うん、それと同じ色じゃないんだ。そうなんですよ。ありゃこちらがですね、うん、これ今着てるのが黒地ベースになります、うん、それの白地ベース、うん、超ゴムが入ってるんで、うん、ね、ボタンとかもないです、うん、綺麗で、それのベージュ地ベースの、はい、三色展開になっております、はい、本当に綺麗、うん、こんな感じいいね。
それぞれ違いますよ。秋はいいね。いいですね。いつの時期もいいけど、やっぱり秋冬はいいね。あ、これ強プリントなんだ。うん、16,280円になります。はい、ポリエステル100です。はい、これいいですよ、うん、本当に。あって困らない。大活躍。いやいや、困る話は一切ないし。そうね、そりゃそうね、うん、はい、そんな感じで、じゃあ次行きます。なんかおしゃれ、アクティブ ね、 そうですね、エレガントなんだけど、アクティブ、エレガントなんだけど動ける感じのブラウス。でこの袖の優しさもいいし、うん、袖はここにゴムが入っているので、ね、グッとしても落ちてきません、うん、ちょっとボワンに なるじゃない、うん、こんな感じ、うん、もちろんジャケットとか着ていただいても大丈夫です、うん、それもいいんだわな、はい、いやー今回もブラウスいいのが揃っちゃいましたね。少し今度の今から着るブラウス、フォッシーのブラウスに若干似てるね。そうおー、なんかかっこいいじゃん。これ見た感じと着たのまた雰囲気全然違くて、あ、それなんか羽織るだけでもいいみたい。そうですね。おお、ね、うん、ちょっとこの効果はイメージしてなかった。このブラウスこういう感じなんですよ、うん、これもね、光沢のあるあの玉虫までいかないんですけど、玉虫調のタフタですね、これもね。こういう感じのアクリボンで、はい、ブラウスなんですけど、はいはい、甘めかなと思いきや。思いきや。思いきや。かっこいい。かっこいい。先ほどのやつもそうだけど、金属繊維みたいな。はい。この生地もそう、同じような生地ね。そうですね。ね、これ本当にタフタですね。うん、クラッシュしてない感じで、肩のこのラインの取り方がさっきと一緒、うん、一緒ですね、はい、すっきりする感じ、綺麗、うん、あ、これなんかいいね、甘くなんないね。甘くなんないですね、うん、その感じでいいみたい。もう切れる、広げてる感じが、あ、良い、ね、とっても良い。微妙にエロいなんですね、うん、ここまでイメージしてなかったね、ここのこのシルエットで、結構サイドも、ここのスリットがかなり深く入っているので、うんうん、確かにジャケットっぽい感じの形ですよね。そうそう、もうこの形ですよね。よく似合ってる。かっこいいですね。うん、かっこいい。甘くない、ね。甘いのが悪いとかじゃなくて、もうちょっと可愛い感じなのかなって思ってたんですけど。そう全然この、いいね、かかってる雰囲気からは、想像しない。想像して入れましょうよ想像つかなかったですね、このかっこよさは、ね、うん、そう、そこまでの着方はイメージしてなかった ね、 ね、もう普通にこういう、ね、これがこうなるから面白いですね、わ、うん、かりやすいかも、はい、非常にいいね、これかっこいいですね、うん、かっこいい、ちょっと意外、このかっこよさは、なんじゃこりゃみたいな、うん、ここが綺麗に立ち上がるのでめちゃめちゃかっこいい。いやー、これはいいわ。ね、A ラインになってて、うん、はい、こうなってちょっと短くてね、はい、はい、これも出して着るイメージですよね、うん、イメージ的には。この感じこの感じがもしかして正解かも、うん、とりあえずちょっと止めてみましょう、はい、
なんかいいですね、ちょっと。ちょっとね、いいわ。針と光沢が。おしゃれ。うん。ちょっとこのね、針感、うん、タフタ感、はい、それのトップス、はい、注目です。注目です。うん、スカートはね、もういくらでもあるけど、うんうん、今までなかなか、こういう出来のいい感じのブラウスとか羽織物がタフタではなかった、うん、もうちょっとやっぱりこうジャケットっぽくなったりとか、うん、ノーカラーのねスカートに合わせたような感じのちょっとこう短い丈のまあ要するにジャケットっていう感じでは多々ありましたけどもう完全なブラウス完全な羽織綺麗綺麗いや本当に綺麗その感じでいいもんね、うん、締め付けないでそこでキュッて結んでキュッて結んでうん良いじゃんそうするとあこれも最初に着たような感じの襟の雰囲気になりますね、うんうん、いやいいねどへぇーへぇじゃないわなんかすごいかっこいいですねマジで自分であっけに取られてどうするちょっとドラマチックな感じがしますよいや単純におしゃれだよまた最初の、うん、ちょっとごめんね全然また違う感じなんか素材感もいいのこれね柔らかいタフタですね、うんうんうん、あらなんか赤に緑になんだん生地表示白イタリーかあイタリア製生地使用、うんうん、ワンサイズのみうんまあこれフリーサイズだもんねこれもかなりボリューミーな方が着ても全然素敵に着ていただけるねえうんかっこいいよなんかこのままでいいですねいやいやこのまま、このままでセミワイドなパンツにも合ってる、うん、いやいやいや万全万全すごくいいおしゃれっぽいですよねいやおしゃれっぽいんじゃないよおしゃれだよおしゃれですよね、うん、君なんだろうこの言葉遣い間違えちゃダメよおしゃれいいよおしゃれいい素敵いいよ素敵はいなんだろうこのブラウス面白 い, い, やいやそれがファッションですよ面白い悪いけど皆さん持ってらっしゃらないと思いますよこんな感じなんか普通の、うん、普通のブラウスの丈とか形を想定してたので、うんうん、この感じって面白いですよね、うん、俺は普通は想定してないけどね単純に一目惚れだったけどいやなんか素材感とかこの辺いいなと思ってあれしたんですけど、うんうんうんこのジャケットっぽいこのシルエットがそうね、そうね、はい、すごくなんか楽しいブラウスだったらもっと楽しい気分を伝えなさいよ、うん、ねえ、うん、どう着ようって、うん、いやこのままでいいからこのままでいいから、うんうん、面白いかっこいいですね、うん、なんかエレガントでもあるしかっこいい、はい、なんか普通に着てて、うんおしゃれ、うん、良い、すごく良い。かわいい。うん。うん、良い良い。襟の感じもね、広あの大きく崩せるし、はい、作れるし、なかなかいい。それをしかも輪で取ってるでしょ、襟を。はい。輪っていうのはこう行ってこいね。うんうん、袋っていうか。はい。綺麗に立ちます。はい。しっかりしてますね。うん、そう。うん、いいなこれなんか今はそのぐらい開けてきてていいかもねもう本当に羽織ってたらあら素敵ってはねジャケットみたいな、うん、ねそのリボンは取れますかってそのリボン抜けば取れます、うん、抜けば取れますここが全部通ってるので、はいうん、まあ抜いたらちょっと寂しいけど、うん、抜く必要ないんじゃないだってリボンってあのリボンにしなきゃリボンじゃないものね、うん単にこのダラリンコでいいと思います。はい。はい、今
感じになります。いやーよかよかだよ、かっこいいシャツジャケットみたいな感じで、うん、すごいおしゃれです。グーグーです、うん、はい、色は何色ですか。うん、上がる上がる。カーキと着てるカーキと白とキャメルの3色展開になります。めっちゃ赤いんだこれ。4色、4色です。やばくない？あなた。これも素敵。これは黒。はい。黒ですね。ございます。はい。はい。いや今着てるそのカーキいいな。いい色ですよね。うん、色気がある。うん、こちらが、はい、お値段。はい。18,480円になります、はい、ほどほど、割と手頃な気がするね。だって感覚的にジャケットだもんね。出来のいいおしゃれな、かなりおしゃれです。いやすごいおしゃれ、はい、すごいおしゃれ、すごいおしゃれですよね、うんうん、タフタでこんな感じの、はい、素材感もひっくるめてスーパーおしゃれ、うんうん、あと例の下世話な言い方してよろしいでしょうか。あ、高そう。またあの最初 の, あのサテンとまたちょっと雰囲気で違う、はい、はい、全く違いますね。ね、この感じとまたテイストが全然違う感じで、はいはい、どっちも高そうです。こ、はい、んな感じで、うん、じゃあ次が最後です、うん、いや本当によろしいわ。ですよね、はい、俺ね、それ好きなのよ。うん、わかる、私も。そして、次はブラウスの王道、ちょっと、とろみ素材のピーチ加工した感じのブラウスですね。とろとろピーチ加工、秋冬のブラウスの王道の素材感および水玉、素敵じゃないわけがない。全部取り入れてますね、ブラウスの良さを。安心、綺麗だね。はい、おお、これは腕のところのその垂れ下がるようなプリーツ、プリーツっていうかあのタックプリーツのデザインポイントが効いてます。どうした、迷ってんの、どれにしようかとか。どうした、いいねこれもね。いいですね、やっぱりいい形。素敵、女らしい、かわいい、おいよー、いいじゃない、すごく、まるでまるで牙を抜かれた狼みたいって、全然かわいくない表現ですな。おっきい水玉ってかわいいですよね。いいちょっとクラシックな感じもありますし、おしゃれ、かわいい。これが先ほど申し上げた通り、うん、ピーチ加工の、はい、ちょっとなんていうかな、質感のある生地の、はいはい、水玉柄になります、うん、でこういうお袖の、ね、そこがまたポイントだよね、はい、ここがプリーツ入ってるんですけど、うん、なんか全然こういうの入ってても全然甘々にならないところがもうさすがって感じです、うん、でここはやっぱりあのシャーリング効いてて、はい、あとここ後ろがやっぱりゴムになっているので、はいはい、もうスポッと着るような感じになります。いやこのブラウスも綺麗だね。すごくとろみがあって、うん、もう本当に着心地がすごく良くて、うんうん、かわいいね、うん、あら、やっぱりここの袖のこれが効いてるよね。効いてますね、うん、それがなかったらね、ただの水玉のブラウスみたいになって、そうですね、あ、かわいい雰囲気ありますね。雰囲気ある、はい、うん、なんか髪の毛耳に引っ掛けたくなっちゃったの？掛けたくなっちゃいました。なんだか、なんだか、はい、掛けない方がいいかな。いや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 、うん、うん、感じで
いいね。なんか雰囲気ありますね、うんうん、今日はブラウスの特性を生かすために、うん、全アイテム、あ、全ブラウスに関してこちらのデニムのカーゴで合わせてみましたって感じですね。当然きれいめのあパンツスカート、特にこれなんかティーラベントのカーゴの黒とかさ、合わせ白とかで合わせるとまたかっこよさがね、うんうん、生きるよね本当に。はい、でお色はこちらのカーキ、わこれもいい色だわね、なかなかない色だと思います、うん、すごくいいねこれも。カーキとこちらの黒白、はい、黒白これは潔いですね。と今着ているのが黒キャメルになります、うんうんうん、かわいい。でこちらお値段はこれは高いんじゃない？ワンサイズのみポリエステルになります。はい、17,380円になります。これもお手頃と思います。うん、出来がとにかくいい。ね、うん。ドラマチックだよねこれもね。絶対ここのブラウスってなんかただじゃ終わんない。ね。ただじゃ終わんないっていうか、お金つけて買ってくれるの？なんかあとその、はい、でもやりすぎ感がない、うんうん、本当に上手ですね、うん、素敵、はい、うん、あと肩点がね、すっごい綺麗、ね、うん、ここが綺麗に落ちますし、はい、本当に着心地がいいです、うん、ね、そこの肩点が綺麗に出ないと、うん、やっぱり少しね、ごっつく見えたりやぼったく見えたりします。ちなみに丈がやや長め、うん、ヒップがちょうど隠れるぐらいまであります、はいはい、うん、もうこれもなんか力みなくタラリーンと着ていい感じです、うんうん、ですね、はい、こんな感じになります、うん、ですね、はい、そんな感じですかね、そんな感じです、はい、今日は、はい、新たに入ったブラウスと、ちなみにモッチーさんのリアルバイはどれですか、また予定は、ズミさんが、あ、ありがとうございます。めっちゃ今ちょっと悩んじゃった。リアルバイは俺分かる、あの気が変わったかもね、そのリボンがついてるやつにね、あのくしゃくしゃでしょ、分かります、分かるよ。ちょっとくしゃくしゃの宮部さんもね、欲しいって言ってて、うん、だからどうしようって思ってたんですけど、はい、リアルバイはどれですか。リアルバイはちょっとマジ悩んでるんですけど、多分悩んでどうするの、聞いていただいてるんだよ。あー、わかんないとか言ったら殴り殺したくなっちゃうね。多分ね、これか、これかかじゃなくてどれよ、これかこれ、あー、あー、そっちね、うんうん、かな、こっちかこっち、色もそれか、それ、あ、これはこれは、うん、すいませんね、私の話で、本当だよ、黒か、おね、全然決まんないじゃん、それじゃ、この3色で私は悩みます。だからどれって聞かれてんのに。すいません、役に立たず、白ないかな、じゃ白も綺麗、この3色で悩みます、私は。え、こんな勝手に言っていいのか分かんないけど、宮部さんはカーキです、勝手に言っていいのか分かんないけど、うん、これこの3色で悩むか、これだったらこの色にします、うん、じゃあそれだね、悩む方はやめときますよ。なんでですか、うん、気持ちが薄いってこと。そんなことないですよ、はい、どの色もいいから、もうじゃあそっちはいいです、はい、モッチーさんはこれです、カーキになりました。なんで、もうどうしいの、迷うとかいうのはね、はい、これが楽しいんですよね。いやいやいや、人の買い物は、ね、分かるとか、そういう、あ、そっちなんだみたいな、分かんない、分かんないよ、刺さったもんにしようよみたいな。あとはあとはフェイクファーのどれもこれも似合いですものねって、もうとんでもないフォローしてもらってる、ありがとうございます。あとフェイクファーのベスト、はい、あれは絶対買おうと思ってます。3色で悩む、あれはキャメルって決めてます。ほら、そういうのがやっぱり刺さってるものなの。そんなことないですよ。ある、ありがとうございます。マジで、なんかすごい喧嘩になってきて、意地でも買わせません。こちらこそ、うん、こんな、すいません、私の話まで聞いていただいて、うん、大丈夫です、買わせません。で、ちなみになんですけど、はい、このブラウスは、うん、前バージョンは持ってて、うん、
あのもうちょっとこうここのネックが高いとか、うん、ちょっとしたデザイン仕様が今回変更があったのであれなんですけど、うんうん、これを持っててめちゃめちゃ大活躍してて、うん、なんか着るたびにあのなんかパッションさんが初めて見たような感じで、そのブラウスいいじゃんって必ず言われるのがこれです。ああパッションさんもそこまで刺さってないんだねほどほどに。でもなんかパッと、うん、やっぱり清潔感もすごくありますし、うんうんうん、デザインも素敵なので、うん、あのかなり評判いいです、うん、そんな感じではいございます、はい、じゃあ買う やつは決まりました。カーキのあのリボングログランテープ付きとあのチベットのなんで勝手に決めはい、はい、その2点になりました。はいはいはい、そんな感じで、はいはい、もしよかったら皆様のお気に入りも聞かせてください。はいはい、じゃあ今日はそんな感じでブラウスでございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こういうね女子トークが楽しいのにね。いやきっと求めてないよズミさん望月さんちなみにどれにしますかって聞いてるのに、あこれもこれもわかんないみたいな話だったら意味ないそこまで聞いてないって、はい、そうはい、じゃあ、もし何かご不明点とかありましたら、うん、何でもお問い合わせください、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、うん、土曜日8時からのライブになります、うん、どうぞよろしくお願いします、はいね、もう本当に入りたてですけど、昨日一昨日昨日って立て続けに紹介している超ハイテンションのジャケットと、それが楽しいのにですよね。ええー。ふうれふうれふうれ。とっても楽しかったです。こちらこそです。いや、もうモッチーさんって優柔不断と思ってる。で聞くんじゃなかった。そう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 。はい。なんだっけ。あ、そうそう、あのセットアップのね、はい、あの超ハイテンションのテーラードのジャケットとか、はいはいはい、これまた追加でいただいたんだけど、もうないんじゃない？ないですね、うん、もう一回紹介しておいて、もう今日もうワンセットずつなんとかなりませんかって社長にカタルパの社長にもう猛烈に頼んだんですけど、さすがにもう他のお店に出荷注文いただいてるやつから抜くしかないから、なんかそんな罪なことはできにくいとか言ってらっしゃったから、確かにそれはそうですよね、うん、やばいのかも。ちなみに、あ、先ほど持ってるって言われたブラウスの襟の裏側ってどんな感じになってますか？はい、平ゴムが入ってるんだよね。これよくできてんですよ、横浜さん。こっちが前なんですけど、はい、こっちが後ろで、はい、ここがシャーリングになってます、はい、でゴムシャーリングね、そう、はい、でこれがポイントだよね。でこっちもゴムなんだけど、はい、ここがゴムになってます、うん、はい、なのでもうスポスポ脱ぎ着できて、うん、ボタンとかなくて、はい、でもちゃんと後ろも凝ってるので、はい、なんかすごく綺麗にね、一様にこれドレープが、はい、タックドレープみたいな感じでできてますね、うん、ここのところの、はい、その平ゴムのおかげでね、ここがこうなってます、はい、という感じになっています、はい、これもそうなんですけど、うん、後ろゴムで、はい、本当に脱ぎ着がしやすい、はい、でちなみに、うん、このありがとうございますまで言っといてね、あれだけど、これもうちょっとびっくりの大人気です。はい、ご好評いただいているこのジャケットとパンツなんですけれども、はい、ネイビーが入りましたので、うん、昨日のライブでも紹介してたかな、うん、そうそう、追加でもう昨日の段階、出荷してもらってたからネイビーもあります、はいはい、なんでベージュとネイビーと黒になります、はいはい、そう、前の感じと同じですね。そうですね、そうです、はい、なので、うん、ホームページに全色載っけてますので、うん、よかったらご覧になってください、うん、すごいおすすめのセットアップです。圧倒的にこれはね今動きがいいね、はい、ちょっとびっくりです、うん、
もう早々になくなりそうな勢いです、ね、もうあと今この連休中に間違いなくなくなりそうで、だからどうのじゃないんですけど、ちょっと気になってる人は本当お試しだけでも、うん、もうでも試せる場所がないか、自由が丘は取り置きで全部今もう売り場からなくなってるし、ここ今全色ある、こっちがあるか、はい、追加で入った時ね、目白、はい、目白2号店の方には全色あの1セットずつは今今日追加でいただいた分がある状態です。はい、ぜひお試しください、はい、もう1号店もないもんね、それ昨日もほら買いに来ていただいてたから、ああそうですか、うん、はいはい、はい、そんな感じになります、うん、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、次は土曜日8時半からのライブになります、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きます、はい、This is the ファッション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 って言うファッション、はい、This is the ファッションです。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。